こんにちは、速稼塾の久保です。今私はですね、立憲民主党の小川淳也さんの封書を手にしております。こうやってたまにね、小川淳也さんの事務所から封書をいただくんですよ。なんせって私は小川淳也さん好きですからね。あの党派を超えて人一人に、まあ、思いを寄せるっていうのは別にね、悪いことじゃないと思うんですよ。自民党の中にも西田昌司さんみたいなね、素晴らしい方いると思いますし、立憲民主党の中にも代表になってほしい小川淳也さんみたいな方もいらっしゃいます。党員サポーターズパートナーと書いてますね。私ね、小川淳也さんを応援するのは全く問題ないんですけども、立憲民主党の応援はできないですね。立憲民主党の党首が変わればまだ考えが及ぶんですが、まあ本当そうですね、小川淳也さんが立憲民主党の党首になれば立憲民主党のファンになるでしょうね、きっとね。今の代表者を選んでる限りは私は立憲民主党に思いを寄せることはないと思います。ただ小川淳也さんが唯一の両親として、まあ、私の心を掴んでるかなってことですね。君はなぜ大統領になれないのか、非常にいい作品でした。いや、ああいう人に政治をやってほしいなと思いますね。ただ残念ながら小川淳也さんは好きなんですが、政策の中にはいくつか合意できない点があります。例えばね、やっぱり小川淳也さんも増税派なんですよ。なんかそのプライマリーバランスなんとかとは言わないまでもですね、今までの成長しつつの政治体制、日本の人口体系とは違うと、これからは減少していく世の中でどのように適正な負担を皆さんにお願いするか、政治家として最も言いにくいことを国民に話さなければならないときにどう腹をくくるか、そういった意思を感じる方なんですよね。小川淳也は後援会事務所開設のお知らせ、おお、なるほど、高松市三奈町ね、おめでとうございます。お世話になってます。皆様へいつも本当にありがとうございます。コロナ禍で大変ご心ご不便をおかけしております。改めて政治の判断や決断がいかに重大な影響を及ぼすか、その責任を痛感しております。お育ていただいたこの十数年を振り返りながら、いよいよこの間のご恩を具体的にお返しすべき全力を尽くさねばならない。来たる総選挙、そして来年9月の野党第1党の党首選に名乗りを上げさせていただくことも明確に視野にと書いてますね。いいじゃないですか、小川淳也さん党首になってください。小川淳也さんが党首になって初めて立憲民主党はスタートします。それまではまあお遊びですね。まあ立憲民主党党員を名乗って恥ずかしくないのかなと思うことの連続でした、はっきり言って。でもやっぱり小川淳也さんのね、ひたむきさと国会質問に寄せるあのキレの良さ、やっぱりすごい人だなと思いましたね。で小川淳也さんは自民党のスペアを作っていくというね、この考えがとってもいいなと思いました。小川淳也さんのほどの人でしたら自民党に行けばもう毎回毎回当選してね、重鎮として役職をいくつか任されたと思いますし、それからあれですね、総裁選に小川淳也さんの名前が今頃出てたかもしれないですね。そのぐらいの人ですよ。でも小川淳也さんは常に国民の側に立って、その政策に国民とのミスマッチはあります、私とのミスマッチはありますけども、小川淳也さんの基本理念っていうのは、自民党がダメになった時、もしくは自民党が自らの運営におごり高ぶって国民からの信頼を失った時、その代わりとなる政党がやっぱりね、なくちゃいけないということで、民主党というものをね、まあああいうふうに維持したんだと思いますし、今その民主党がなくなって野党第一党として、本当に可能なくような声ですけどもね、野党第一党にしては、そして野党共闘も遅すぎる。小川淳也さんが言ってましたけども、多少の政策の違いはあるけれども、だけども消費税 5% 減税ぐらいは許容してですね、野党共闘に向かっていきたいと、そんなこと言われてたと思いますね。でも山太郎さんとのね、対談っていうのはまだ実現してませんね。しっかりしてほしいなと思いますよね。一問一答をごまかさずに答える人、そういう政治家さんっていうのはこの小川淳也さん、山太郎さん、西田昌司さん、その他誰がいるのか分かりませんけども、このぐらいじゃないですか。コロナ禍の克服、持続可能な社会へね、えどうでしょうかね。よっぽど大きく舵を切らないと
それは無理なんじゃないですか。それに比べたら立憲民主党の党首を変えることぐらいは朝飯前でやっていただきたいかなと思いますね。そんなね、どっかの枝野さんが自民党の総裁選に俺を出せみたいなね、そんなちんぷんかんぷんなこと言ってからね、ほんとがっかりしましたよ。そんな棟梁のいるところに小川淳也さんいる必要はないですよ。ぜひね、枝野さんを押しのけて小川淳也さんがリーダーとなるか、もうね、立憲民主党ダメだ、これダメだと思って見捨ててですね、独自の政党を作るなり、まあ、自民党に入ってしまうなりすればいいんじゃないですかね。ね、小川淳也さんほどの人がいるところではないと思いますね、立憲民主党。非常に小川淳也さんの才能の持ち腐れだと私は思うんですが、考えすぎでしょうかね、これはね。じゃあ本日はこんなところですか。小川淳也さん、レターの方ありがとうございます。じっくりと読まさせていただきます。ね。